こんにちは。アマゾン・エスサポーター、堀秀夫です。今日は翻訳、ね、英語から日本語への翻訳精度は危険なほど低いというお話です。映画、スーアサイド・スクワットで、まあ、ハーレクイーンが登場した時の歌、ユトン・オン・ミって歌があるんですけど、まあ、それね、まあ、意味は、ねえー、私はあなたのものじゃないと。 いう意味なんですけど、これ翻訳ソフトでね、えー、翻訳かけると、あなたは私のものじゃないと、主語がずれるという大胆な語訳になります。で、実は、まあ翻訳ソフト、ね、あるいはもう普通に翻訳ソフトっていうか、英語、えー、英語圏でっていうか、オーストラリアとかね、イギリスとか、えー、アメリカなんかで、まあ、英語圏で日本語表示すると、この手の語訳が結構いっぱいあります。 だから日本語にして操作した方がね、むしろ戸惑うと。うろ覚えの英語でも英語のまま操作した方がね、まあ、むしろ日本人には分かりやすいんじゃないかなということが多々あります。で、これはあの、まあ、どっかの翻訳、無料翻訳ソフトだけじゃなくて、Amazon が、まあ、日本語表示に変えてる部分もね、a z o n がやってるから大丈夫なんだろうということで、ついついその書いてある通り操作しちゃうと思うんですけど、これ結構ね、えー、適当です。 でまた、英語だと項目あるのにね、日本語だとはしょっちゃってたりとかっていうのがあるんで、英語のまま使ってわからない意味が出てきたらこ、これ何言ってるんでしょうかと、これこれでいいんでしょうかという形でね、私に質問してもらった方がいいですで。英語アレルギーでもどうしても嫌だと。英語見たくない、日本語で表示させたいという場合はまあしょうがないんですけど、その場合もね、これこう書いてあるけど、 合ってますかという確認はしてください。あの、本当この手の間違い多いです。ね。主語がずれるとかね、イエスの方が逆になるとか、まあ、普通そんなのありえねえだろうと。ね。だって翻訳ソフト今、精度上がってるし、というのから考えると、逆行してるような、逆行っていうかね、もともと翻訳精度上がってないんですけど、そういう致命的な間違いがありますので、英語のままできればやると。ね、日本語に切り替えてる時も、日本語のその意味が、 ね、合ってるという前提で初めてのことをやらないというのはね、えー、徹底してください。あのこれ、間違えて押しちゃってね、まあ、トラブルになっても Amazon に書いてある通りやったんですって言っても、これもう言い訳にならないんで、えーまあ、翻訳ソフトとかね、えー、翻訳自動でされてるの親切に作ってくれてるんでね、Amazon もね、使いたくなるんですけど、まあ、実は危険と、ねまあ。今まで質問もらってね、これ、 これわかんねえんじゃねえのかなというね、翻訳も結構あったんで、えー、そんな形で、まあ、今日はたまたまね、この意味を調べてたら、あちょうどいい、ね、例え、主語がずれてるし、他にもいっぱいあるんですけど、まあ、あのこ,この手のミスが、ねあの、これ珍しいんじゃなくてしょっちゅうあるというのを前提にね、えー、この翻訳ソフト、あるいは翻訳アプリ、Amazon の翻訳については考えて、確認してから、えー、実行するというのをね、 徹底していただければと思います。まあ、そんな形で。まあ、英語できなくても,もう、もうコピペと画面キャプチャーで、あのー、Amazon 出はできますけど、ただ、ね、あの翻訳ソフトを使えば大丈夫とかね、日本語に翻訳されるから大丈夫ということは全くないんで、まあ、そこは注意して取り組んでください。以上、Amazon 室サポーター、堀秀夫でした。